あ、出てきた出てくるんや。なにこれ、見て見て見て、クールポコみたいじゃない。で、次ここが開けるわけだ。あ、砂漠かと思ったけどビーチか。水きれい。エバーブルグ海岸。ボスを倒したことで新たなエリアを発見しました。さあ先へ進もう。めっちゃ水きれいなんやけど、なんかあの右側に見えとる海と全然違くない？ほら色味が全然違うやん。めっちゃ綺麗。綺麗な海だね。ちょっと泳いでいこうよ。いいねいいね超いいね。じゃあ行きますか。いっぱいの緑に囲まれて。読めてないです。泳げ広々ビーチ。アドルディは3匹とプラス隠しミッションが3つ。よっしゃ行こう。泳げ広々ビーチ。うわ綺麗。ここの水マジでめっちゃ綺麗なんやけど、好きめっちゃ好き。じゃあ私このチャクラムカッターで頑張っていくわ。メロンが泳いでる。アイテムとかは取れんのか。浮き輪つけてる、かわいい。こういうねスターコインもちゃんと取っていくのがいいと。でもなんかまあ水面の移動は割とスイスイできるんやけど、攻撃が当てにくいな。スイカ出てきた。あれ今普通になんかアイテム引き寄せれたくない？はっはっ、これカッターで絶対割れると思うよ。ミッションじゃない？ほらカチカチナッツを3個割る。よっしゃー。いや絶対ミッションやと思ったんや絶対なんかあるもん、ああいうの。ここ普通に壊せる。あ、壊せた。この子は別に顔が怖くなる子ではない？なんかすごい気になるんやけど。なんでもなかった。うわ何あれ、ワニだワニだ。今なんかカニ歩きおらんかった？敵さっきの。カチカチナッツあと何個やっけ。イエーイ。へえ、あのワニめっちゃ可愛いんやけどすごい頭でっかちで可愛いんやけどいいね。あ、待って、あそこにあるカチカチナッツ。待ってくれ。よしよし、あと1個。このワニって敵？ん？敵じゃないのか？もしかして上に乗れたりするかな？なんかミッションかな？イエイ、ガチャルポン。乗りたい。食われる。何それ？攻撃とか全然できんのに。こっちには攻撃してくるんかい。くそ。カチカチナッツない？あれ？もうボス？早いっすね。あれ、チャクラムカッターか。あ、見た目。びっくりした。原始人。怖いって。いけい。威力上がっとんかな？全然わからん。てか、カチカチナッツなくない？いけ！はあ。普通に何回も出した方がいいな。なんとなく。うわ、怖い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 。回転しながら近づいてこないで。いけいけいけ。あ、怖い。連続で当てた方が。早く終わりそうな気がする。
え、なに？い、いて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 い。怖いって。え、でも今のところさ、カチカチナッツしか、あ、怖い。カチカチナッツしかミッション見つけてない。この子多分あれよね。中間のボスってことよね。じゃないとさ、ワドルディも一体もおらんし。ワドルディ3体おるはずやけん。最終までに。いた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 。え、待って、強いんですけど。いや、そりゃね、ステージ1じゃないけん。強くなってんだろうけども。新しい能力。待って、一旦能力捨てるわ。あ、待って、消えないで。あ、消えた。あ、出てきた。出てくるんや。なにこれ？見て見て見て。クールポコみたいじゃない？どうす。あ、待って。振りかぶって殴る。いいね。あ、でもこれもなんかカチカチナッツとか。君仮面？カチカチナッツとかさ、割りやすそう。水とかも普通にいけるよね。バナナだ、バナナだ。ん？あそこに入るところがあるけど。どうしよう、こっちに先に行くか。お、あれ。こっちの方がなんかちょっと寄り道っぽい感じが。するので。なんか亀みたいな、アリみたいな。なんなんだ、あれは。なんか微妙に気持ち悪い。はっ。おー、こんなところに、ワドルディ。声聞こえんかったな。ちゃんと一体目やね。よき。そして、なんかナッツとかありそうやけど、ないんか。あの子はあれか？顔が怖くなるやつか？え、これ、砂のアニマルオブジェを壊す。おー、これは一個だけね。なるほど、なるほど。そういうのもあるのか。砂のアニマルオブジェ、可愛かった。これ顔怖くなるやつやつ絶対。え、違う？可愛いまんまやった。絶対口裂けみたいになるやつやと思ったのに。え、あれ、渦に巻き込まれたらいかんやつよね。絶対いかんやつよね。さくらんぼあるよ、さくらんぼ。イェーイ、いて、え、なに？どこから現れた君？あー、助けてー！飛べた。あ、びっくりした。渦の中におるんかと思った。違うよね。へい。この辺なんもない？いよ。うわ、なんかいっぱい。イェーイ。あ、怖い、怖い。助けて。よし。ふぅ。なんか寝てる子いる。よいしょ。あ、大丈夫？って言いつつ殴る。サイコパスやん。この辺なんか足場っぽくなってないんか。いや、なっとるよね。なるほど。あ、ってことはきっとワドルディがおる。えい。どこが下がる？あ、下がるだけじゃないんや。なるほど。そこが開いた。そこにもなんか、あ、ちゃんとなんか丁寧に用意してくれたんやね。なんなんやろこれ。あ、ワドルディ出てきた。うわ、時間制限あり。待ってくれよ。あ、後ろから壊れていくやつ、やめて。イエイ。殴ったよね今。イエーイ、ワドルディ2体目。よっしゃー。おー、びっくりした。一瞬コイン巻きよんかと思った。お、待って、ここにもなんかありそう。
ガチャルポーン。ガチャル、怖いって。ガチャルポンってさ、もうステージ上で集めよるやつだけでも、全種類揃うんかな。それともワドルディの街でも回さんと揃わんのかな。この辺中、ああ巻き込まれる。こっちはなんもないっすね。あー怖い。あこの辺とか別に何もないな。これ滝で見えん部分とかにすごい容赦ない容赦ない殴り。お、なんて書いとったんやろこれ。王がここに来るってことか。でもまず全く読めねえ。あ、頬張れるっぽい。ってことは頬張ってそこに持ってくるんすね。輪っか頬張りトップ。おー、なるほど、ここの位置に来るんか。あ、文字の看板元通り。やったやったなるほど、ちゃんとミッションになっとんや。いやだって一番最初さ、普通にあそこに持っていくんやなと思った。あの風車回すんすね。ちょ、君ら邪魔だよ。ん、なんか出てきたけど、これはコインをゲットするだけか。本当にミッションなわけでもなさそうやね。バナナ。あ、待ってくれ先に壊してから行かんといかんね。オッケーオッケー。待って、そこ、よしよし。ん、なんかこっちが動いた。え、なんか船出てきたんやけど。船に向かって、え、ちょっと待って。トップターボ。え、なに、どうするの。あ、あそこに、あそこが最終到達点。あ、待って、ここ絶対壊せる。はあ、ほらー、え、怖いんですけど。え、これあっち側に行かんといかんのか。待って、あ、やっつけれる。船でならやっつけれるんか。なるほど。痛い。イエーイ、これでワドルディ全員助けた。よきよき。そして宝の山。よいしょ。さあ行こうぜ。他は、あっちの上も行きたいんやけどな。ちょっと待って、あれ、あ、これや、そうよ。ちょっと若干忘れとった。よいしょ、カチカチナッツ3個あった。これで全部いけたんかな。ちょいと待ってね、あの、こっちもちょっと。おー。いいね、いいね。あ、もしかしてこれ、陸続きで、普通に行けるやつ。なるほど、なるほど。ミッションをクリアするために、船が必要やったよね。あ、頬張っとったやつ、飛び出た。ステージクリアー。お祭り男って感じになったね。やったね、ミッション全クリ。かわいい。バンダナワドルディ。カービィと共に謎の渦に飲まれていたバンダナワドルディ。
仲間のワドルディたちがビースト軍団にさらわれたり、お家も壊されたり、困っていると聞き、槍を片手に立ち上がる。ツーピンの仲間となって、いざ新世界を旅する。かっこいいね。これは普通のワドルディ。カービィより先にこの世界に流れ着いていたポップストアの住人。大暴れのビースト軍団に仲間をさらわれたり、食べ物を奪われたりして困っていた。とはいえ、そこはワドルディらしく、街づくりや新生活を結構楽しんでいたという。かわいい。いいね、平和。さらわれたとはいえ。コンクリートアイランズ。ちょっと自然要素減る感じ。イエーイ、ワドルディコンプリート。重そうだな。あっちの右も絶対なんか出てきそうやけどな。ほい、ということで、じゃあ今回は何？街に新しい施設ができたみたい？よかったら見に行こうよ。え、待って、じゃあそれだけ見に行って終わろうっと。ワドルディの街へ帰りまーす。ワドルディの街。ね、新しいのできたよって言われたら見に行きたいよね。あの右側のやつかな。なんか、郵便局みたいなんできた。プレゼントキーワードでアイテムをお取り寄せ。50人のワドルディたちが力を合わせて、お届けワドル便をオープンしました。お届けワドル便。てか全部可愛いんですけど。なんか上でくつろぎよる。最初の頃さ、あの上なんもおらんかったよね。憧れのマイホームがこの街に、50人のワドルディたちが力を合わせて、カービィハウスを建ててくれました。マジで？マイホーム。もしかしてなんか、家具とか飾り付けできたりするんかな？そんな要素はない？カービィハウス。カービィハウスにフィギュアを飾るには、マイナスでコレクションを開いて、好きなフィギュアを選んでからプラスで置けるんだよ。あ、なるほどなるほど。まあなんか家具とかを飾り付けれるわけではないけど、フィギュアだけって感じ？コレクションを飾れる。あ、本を見る。うわぁ。え、なにこれ？過去の冒険。星のカービィスターアライズ。カービィファイターズ2。スーパーカービィハンターズ。これ過去のゲームたちってこと？へぇ、すご。いっぱいあるね、カービィ。どこで飾るの？別にどこでもいい感じ？お昼寝って何？布団ちゃんとかけなよ。え、あのクッションめっちゃ欲しい。あの星のクッションめっちゃ良くない？寝心地良さそう。ちょっと体全体が包まれる感じ。あれはお昼寝の映像を見せてくれるだけなんやね。で、どこでも良きか。どれ飾ろうかな。とりあえずさ、バンダナワドルディと、お家に飾る。三つまで一緒に並べられるって。このボムのやつかわいい。んで、あとはこんだけか。じゃあどうしようかな。まあこれにするか。カッター、どこに飾られた？あ、なるほど、暖炉の上。こんな感じや。いいね、いいね、かわいい。家具とかも変えられたらもっといいんやけどな。はい、ということで、じゃあ今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。まあでもなんか可愛いフィギュアいっぱい集めてね、3つまでしか飾れんみたいやけど、壁1面ぐらい飾れたらいいのにな。それはごちゃごちゃしすぎ。